どうもこんばんは、パッパゲノです。今夜も皆さんと乾杯させてください。あ、そう、だいたい見てる方は気づいてるかなと思うんですけど、この動画は1日遅れになってますね。まあ収録してね、編集とかもあるんで、そのまますぐアップロードもできないですしね、やっても夜遅くなっちゃいますんでね。だから収録した次の日のアップロードにしようかなとかって思ってるんですけどね。ですからね、今日は4月1日エイプリルフールだったわけなんです。エイプリルフールってあれはまあとりあえず嘘を言ってもいいことになってますけど、嘘はね午前中までにしとくもんなんですよね。だから午後になってもね、まだなんか人騙してね喜んでるようだとちょっとダサいっていうね。まあこの知識が役立つの1年後ですからね。だからね、今一番役に立たない雑学でした。というふうなことはともかくとしまして、今日はこちら博多の花でございます。今日ね、ちょうどスーパー行って買ってきたところなんですよ。昨日、一昨日から行ってますけど、車のバッテリー問題ね、やっと今日昼間ね、付け替えましたんでね、車が走るようになったんでね、スーパーに行って買ってきました。こんな重たいものね、自転車積んで走るの大変ですから、僕の自転車カゴがないんでね、こんな重たいもの買ってもさ、要は袋に入れて、それからハンドルにぶら下げてね、よたよた帰るしかないというね、わけなので、車があるとありがたいわけですね。よいしょ。まあこれ博多の花ね、これね、税込みで1000円ちょっとなんですけど、まあ結構美味しいんですよ。ちゃんとしたお釣りの麦焼酎なんですよね。で、今日はこれウーロン茶で割ろうかなとかって思いましてね。こんなもんかな。ステンレスのタンブラーだから見えませんね。今こんぐらいまで入ってます。で、ウーロン茶ポットに作ったやつね。このステンレスタンブラーどれぐらい熱が伝わるかなって実験のつもりだったんだけど、むちゃくちゃ熱が伝わって熱いです。今入れた瞬間熱くなりだした。これあんまりホットに向いてないかもしれませんね。まあ逆に真冬はこの熱いのが伝わってくるのがいいのかもしれないけど、まあいいや。ということで、だからね、これね、そうなんだよな、メイドインツバメなんだけど、単純に性能的には中国製の二重になってるやつの方がいいのかもしれない。まあいいや。ちょっと暑いな。ということで、ここら辺持ってね。じゃあね、今夜も乾杯。お疲れ様でした。でね、今日のつまみは、久しぶりにスーパー行けたんでね、手羽元チューリップチキンですって。まあ、唐揚げですよね。これそうか、骨がついてんのか。それからこれね、カツ煮です。チキンカツですね。あ、しまった。これチキンがかぶっちゃいましたね。何考えてたんだろう。そう、最初ね、これね、これチキンカツじゃなくってとんかつ買おうと思ってたんですよ。だけどちょっとキョロキョロ見てみたら、カツ煮があったから、あ、こっちの方がいいやとかって思ったんですけどね。いや、チキンだってことは分かってたんですけどね。でもやっぱりね、冷えたとんかつよりカツ煮の方が絶対美味しいだろうなと思ってね。確かにそうだとは思うんですけど、もう一つチキンを買ってたのをすっかり忘れたけど、まあいいか、美味しいし。ということで、いただきます。どっちから食べようかな。こっちだ、カツ煮から食べよう。ああ、止まんねえな。そう、本日アップロードした動画に、コメントいただいてたんでね、この場を持ってとりあえずお返事しとこうと思います。林道初心者さん、乾杯、焼酎ですが、ということでね。実はね、これさっきね、スーパーで YouTube のアプリでね、コメント気づいたんですよ。あ、焼酎飲んでんだなとかって思いまして、僕も焼酎にしようと思ったわけなんですね。コメントありがとうございます。これはどうやって食べたらいいんだろうね。箸でつまんでそのままかぶりつけばいいのかな。これは絶対手で持った方がいいやつだ。いや、そんなことないかな。箸でもいけるのかな。手で持つとね、まあ後がね、ちょっとめんどくさいんでね。そうですね、こういう骨付きのチキンってさ、めちゃくちゃ美味しいんですけどね、食べるのがめんどくさいのがね、嫌なんですよね。あ、でも美味しいわ。なんだっけかな、今日話題用意してたはずだったんだけど、すっかり忘れちゃいましたよ。あ、そう、それからね、メインチャンネルの方もね、今日ね、動画を夕方アップロードしたんですよ。今日木曜日だからね、本当はね、あんまりアップロードに向いてないんですけど、いや、ペマールさんが昨日ツイートしてて、
アップロードするっていうから、僕的に今日アップロードするんだと思ってて、フェファールさんの後にお釜掘るようにアップロードしようなんて思ってね、頑張って作ったんですけどね。フェファールさん明日でしたね。あ、だからね、この動画公開される頃にはもうアップロードされてると思うんですけどね。で、僕はね、日曜日にアップロードした動画がもう勢いがだいぶ下がってきたんで、明日まで待てねえやとかって思ってもうアップロードしたんですけど、おかげさまでぼちぼち見ていただいているようです。公開後3時間28分と今までの典型的なパフォーマンス、直近の10本中2位。でもね、なんかこれ YouTube にダメ出し食らってますよ。この動画はお客様の他の動画に比べてユーザーが選択して視聴する割合が低いようです。タイトルやサムネイルを変更するとより多くの視聴者を引きつけられる可能性がありますが、トピック自体があまりクリックされないジャンルの場合もあります。水路隧道微妙なんですよね。あのね、普通の素振りのトンネルよりも水路隧道の方が絶対面白いと思うんだけど、だけど思ったほど伸びないんだよな。まあ逆に言うとね、水路隧道の電動を続けていく必要があるっていうかね。どうなんでしょうね。まあそんな感じでございます。ということでね、僕ももう少し飲ませていただきたいと思います。それで皆さんもね、楽しく飲んでくださいませ。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。